よし。来 <laughs> ました。こんにちは。長田薫です。そうですね。今日はね、本当はニュース動画あげようかなとって思ってたんですけど、ちょっとね、今、ホットでナウなやつをね、買ってきましたから、お見せしようと思いますよ。はい。それが、こちらです。ダン ネクサスプレイヤー。はい、来ました。はい、来ました。ネクサスプレイヤー。知ってる知ってるでしょ世界初のアンドロイド TV デバイスですよ。ねこの中に、このね、この円盤の中にね、android が入ってんのよ。で、テレビとかモニターとかとつなげる。今買うと2000円分のね、コードがついてくるから。 この Google プレイで買うコンテンツが2000円分ついてきますからおすすめですはいこんな感じ外パッケージ相変わらずねこういうパッケージデザインかっこいいんだよなはいはいはいねこういう感じだよ YouTube を見れるのももちろんだし Google プレイの,の、まあ、映画とかさそういうのも見れるしあとゲームだねそういうのができるということですよ こういう感じだ。ほら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 。ね。エイスース製。はい。というわけで、開けていきましょう。これがこう取れるんだな、ね。これさ、いいよね。こいちいちさ、スマホとかタブレットをさ、テレビにつないで YouTube 見るとかじゃないんだよ。きた。きた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 。ほれ。 おぉ、手買ってますネクサスおほほほほほほほ。ちょっとこう、本体はもうちょっと待って。中身を見せていこう。はい。カードが入ってますな。うん。これはね、こ,こ説明書だ。だけど、文字がほとんどない。簡単だよってことだ。 ね。文字がほとんどないよ。こことここつなげてねっていうだけ。はい。お来たこれ。リモコン。はいはい。ほら。ね。ちゃんとパッケージングされてますと。まだあるから中身。まだあるんだよ。ね。これをこのまま持ち上げてくる。持ち上げてくると。ね。この裏側ね。 若干開けにくいよ、ここ。気をつけて、Google さん。ここは開けにくいから。もうちょっと親切設,設計がお願いします。AC アダプター。で、あと、ここにね、電池が入ってます。これどうやって取んの、電池。<laughs> これどうやって取るんすか。これね、取りづれえよ。マジで。で、最後に、最後に、安全と保証について、こんな感じですよ。 はい、本体いこう。本体。え、これ、いっちゃうからね。ペラペラペラっと。おーい、来たぜ、来たぜ、来たぜ。あ、ペレッペラって、なんていうか、ツーツーなるかなと思ったら、これ、サラッサラなんだ。サラッサラ。サラッサラですよ。ほら。ね、マットな感じ。わかるかなこう、質感って伝わるかなほら、なし字の感じだね。 おーかっこいい。で周りにもね貼ってあるからこれも剥がすよいきまーすディンディンあ周りはテッカテカ仕様だ伝わってるかこのテカテカ加減ほらで後ろ側後ろ側ねこういう風になってますでここもね丁寧に貼ってあるんだよこれを剥がしてさで 後ろは、ここが AC だな。ここが AC。で、こっち USB。で、ここ HDMI。うん。HDMI で、あのー、モニターとかテレビとかにつなぐという感じです。あれこうボタンがあんだ、これ。これボタンだ。なんだろ、うこれ。まあ、いいや、後で見てみよう。 はい。続きまして。このリモコン。これがさ、まあ、Apple TV とちょっと似てんだけどさ、ボタンの感じ。こういう感じですわ。ほら。ね。まあ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 、あるよねっていう感じだね。ここら辺がちょっと珍しいのかな。この処理の。こういう。 処理の仕方は。はい。で、このマイクがあるんだよ。だ音声での操作も対応してるとで。YouTube とかさ、Play Store とかでこれを押して、何々って言うと、それで検索してくれるんだ。で、あとは AC ね。AC もちゃんとこう,いうカバーがついてますと、ピロピロピロっと。ね。開けてさ、開けちゃってさ、 はい。こういう感じです。うん。結構シンプルだね。ちっちゃくていいな、AC。これが。はい。ここら辺気になるのかな主力とか、インプットアウトプットは。こう映ってんのかまあ気になる方はね、チェックしてください。で、どういうものなのかっていうとさ、まあ要は、こうテレビにつなげるわけですよ。これをね、ここから。で、YouTube もそうだしさ、 あのゲームとかも楽しむってやつなのよ。うん、で世界で初めての AndroidTV 搭載したデバイスかっこいいぞこれスマートだなこうテレビの横にさこ,うこれがパッてこう置いてあってさで友達が来たらさあ YouTube とか見れるよみたいな感じで何長田変わる <laughs> って言ったら、はい、どうもって始まるんだ。<laughs> それはちょっとスマートじゃねえな。スマートじゃねえ。で、これ自体にはさ、その、この、ね、このコントローラーだけじゃなくってさ、あの、ゲーム用のコントローラーもあるですよ。それはね、ちょっとね、まだ売ってなかったんだけど、まあ、どういうものなのかっていうのをお見せしましょう。私はですね、あの、やっぱりですね、 ゲームをね、ちょっと、久しぶりにやろうかなと思ってるですよ。で、ゲームをするにあたってさ、なんていうの、アクション系のゲームっていうのはさ、やっぱコントローラーがさ、必要じゃない絶対。ね。俺は、あの、ソフトウェア機あの、十字のやつとかさ、まあ、グリーングリーンのやつとかが出たりするけど、あれやりにくいんだ。だけど、ゲームコントローラーがあれば、いいなと思って。それがね、 こいつなのよ、こいつ。ちょっとさ、ま、あ Xbox チックな感じ。で、中身。ね。中身ね、こいつのスペック。えっと、インテルアトムプロセッサー。うん、クワッドコア。1.8ギガのクワッドコア CPU です。うん。で、1ギガのラムと8ギガのロム。で、 さっきも見せたようにマイクロ USB と HDMI がついてますので Wi-Fi に対応してますという感じです。うん。もうちょっとなんか GPU とかもここら辺に出しとこうかな。うん。これいいんじゃないですかまあまあまあ買うね、買う人はさ限られるかもしんないけどこれいいわ、本当かっこいいぜこ、マジで。これぐらいシンプルなのがいいんだよね、結局ね。どんな家にも合うもんね。どんなテイストの家にも。 なんかあんまり高級感がありすぎちゃうとさ、あ、なんかこれを置くのにふさわしいね、家にしなきゃいけないのかな、みたいな。あったりするじゃないこれぐらいだったら選ばない。というわけでね、ちょっと今回開封だけになっちゃうんだけど、実際に繋げるのはね、また次の動画かなと思ってます。これいいな。これでね、税抜きで12,800円。 1> 1万円プラス税なんですよそしてこのね2,000円のクーポンがついてるんでまあ実質ね1万1,000円ぐらいでしょ税入れても1万1,000円2,000円ぐらい。でしょはいというわけでメクサスプレーヤー買ってみましたようーんこれからねちょっとつなげてみようかなと。 思います。もしかしたら入んねえかもしんな、ね、いなんか斜め写しになっちゃうかもしれないけど、そこは、お許しを。というわけで、また見てな。バイバイ